ははいいこんにににちはレトスノーノですす、えー、月28日の3問に入る前にご連絡いたします個別指導の募集終了まで残り2日となりましたつなげるイメージする理由を知るこれらが重要だと知っているだけでは実力は上がりません一問一問実践することで実力は上がるんです個別指導ではこれらを実践することで短期間で合格力をつけていただきます また、万一今年不合格だったとしても合格保証がついているのでご安心ください。で、合格保証の内容についても個別指導の販売ページに記載しておりますので、そちらをぜひご確認ください。え、もちろん、え、今年合格していただくというのが一番の目的になりますので、今からであれば間に合います。今年絶対合格したいという方は一緒に勉強して合格を一緒に喜びましょう。で、個別指導の販売ページはこちらの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。 では3問に入ります。A は B との間で A 所有の山林の売却について、飼い主の圧戦を依頼し、その売買契約が締結され、履行に至ったとき、売買代金の2%の報酬を支払う旨の停止条件付きの報酬契約を締結した。当該山林の売買契約が締結されていない時点であっても、B は停止条件付きの報酬請求権を第三者 F に譲渡することができる。丸か×かという問題です。 この問題考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文をご確認くださいで、まあ、答えはこれは丸ですねでまず A と B との間でこの報酬契約を締結してるんですよ A さんが山林を所有していて、まあ、これを売りたいと思ったんですね売りたいと思ったから B さんに飼い主の斡旋を依頼しました、まあ斡旋っ,っていうのはまあ紹介してくださいとかね、まあ、仲介してくださいっていうまあイメージです まあつまりイメージとしては B さんが宅建業者っていうイメージですね。そしてこの山林が売れたら、つまり A さんと飼い主が売買契約を締結したら A さんは B さんに2%の報酬支払うわけですね。で、今回の質問の内容で言うと、この山林がまだ売れていない。まあ、そういった状況であっても B さんは この報酬請求権。まあ、A さんから報酬くださいよってね。えー、後になって言えるわけですよね。この売買契約が締結されれば。この請求権、報酬請求権を第三者に、えー、譲渡することができるか。まあ、つまり再建譲渡できるかっていう話ですね。で答えはこれ丸です。AB 間で売買契約が締結され、履行に至ること。まあ、つまりこれ三輪が売れるってことですね。これを停止条件として、報酬契約が締結されることで、 B は停止条件付きの報酬請求権を取得します。えそしてえ、民法では、この条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は売却できるんですね。つまり、B さんは報酬請求権を第三者に売却することができるので、丸となります。で、続いて問いにですね、宅検業法のハッシュ制限です。 宅券業者 A は B と B 所有のコーチについて、停止条件付きで売買契約を締結したと。でこの場合、えっけ業者 A はコーチを宅券業者でない C に売却することができる、○か×かという問題ですね。これも考えたい方は、一旦動画ストップしていただいて、動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは×です。まあ、本書はハッシュ規制の内容、ハッシュ制限の内容ですね。 ハッシュ制限の中の自己所有に属さない物件の売買契約の締結の制限という部分なんですけども簡単に言ったら他人の不動産とか保全措置をしていない未完成物件これは売却しちゃダメですよっていう内容なんですよこれっていうのはねでもちろんハッシュ規制なのでハッシュ制限なんで売り主が宅建業者買い主が宅建業者じゃないこの場合が適用されるルールなんですね でまあ、今回は売り主 A、これ、宅建業者で、買い主 C、宅建業者じゃないから、ハッシュ制限の適用があるよということです。じゃあ、今回の高地、つまり、まあ、A が C に売る土地ですね、これが他人の不動産に当たるか、つまり他人物に当たるのかどうかがポイントになってきます。で、法律では、停止上限付きの売買契約を締結した不動産っていうのはえ、他人物に当たるんですね。他人の不動産に当たります。で、今回の問題文では、この A、 AB 間での契約って停止条件がついてるんですよ。で、停止条件がついた契約をした、このコーチ、これを A が C に売るという状況なんですけども、停止条件がついているって話なので、これは他人の不動産に該当する。つまり、A は C にこれ売却することはできないんですね。売買契約を AC 間で締結することはできません。まあ、従って誤りになります。 これもちろんですね、この停止条件が成就していたら、この高地っていうのは A 所有のものになるんですね。ここの停止条件がもう成就している。その場合っていうのは、この土地っていうのは高地ですね。この高地、土地は A 所有の不動産になるから A は C に売却することは可能です。でも問題文では条件が成就したっていうね、記述はありませんので、まあ普通に条件は成就していないものなのだと考えていただいて、 A は C と契約できない。だから誤りだというふうに答えを導きます。宅地造成等規制法です。宅地造成工事規制区域内において、私立高校用地の造成のため、10万平米の土地について、切り戸または盛りを行う場合、宅地造成等規制法の許可を有しない。丸か×かという問題です。これは必要なので×ですね。宅地造成等規制法でいう宅地っていうのは、 農地、再送放牧地、森林、道路、公園、河川、まあ、その他政令で定める公共施設のように供されている土地以外の土地なんですね。で、この政令で定める公共施設のように供されている土地の中に、私立の高校ではなくて、まあ、公立の高校とかは入ってくるんですよ。公立の高校は入ってきます。なので、公立の高校は、これ宅地にはならないんですね。まあ、公立の高校のための用地ですね。は宅地にはなりません。 しかし、私立高校用地っていうのは、これは宅地に当たります。で、今回は10万平米の造成工事なので、宅地造成等規制法の許可が必要だということです。公立高校用地は宅地ではありません。だから、宅地造成等規制法の許可の対象外で、まあ、許可は不要なんですね。まあ、一方、私立高校用地は宅地に該当するから、宅地造成等規制法の許可の対象になるよと。これは対比して覚えておくと便利なので、頭に入れておきましょう。 そして、はじめにもお伝えをした通り、個別指導の募集終了まであと2日となりました。毎年5月から個別指導を受講した方でも、一発合格していただいている実績があります。今年はあなたに合格していただきます。一緒に勉強して、今年の合格を喜びましょう。個別指導については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。